はい、オープニングの、オープニングは僕がインタビュー動画を今から、はい、オープニングはあのインタビュー動画を今から撮るように頼みましたっていうのをそこで喋ってたやつがオープニングで、はい、でその後あの3人で降りてきて、でテイク1、テイク2、テイク3で、オープニング、デザイン家のみのテイク、デザイン家のみのやつのテイク3のものを上げた後に、ユが日本が合わせたものを上げた方が辻褄がいいんじゃないですか、ね、じゃあ時系列という感じ。そうですね、時系列順に上げた方がいいんじゃないですか、はい。じゃあ皆さん、あの3日間ちゃんとムービー立ち入り YouTube 3日間来てください。あの最初だけだとオープニングだけになっちゃうんで、2日目だとあのデザイン家だけなんで、3日来れば油絵家と日本画も見れますですね。そうです。でその後画材のやつも撮ったんですよ。そうなんですね。4階の人の協力により画材取ったんですよ。画材を購入するって書いて、画材は4階目ってことです。そうですね、最後におまけ的な感じ、おまけ的な感じ。その後ファミマに行く回も取ったんですよ。ファミマに行く回おまけで5日目ですね。はい、はい、そういう感じでやっていけばいい。そういう感じ で今からこれ6回やるんで、そうです、6回は取らないですけど、あのだいぶの説明と、はい、分けられてるからその流れがいいんじゃないですか。はいはい、はい、じゃあそういう順番で、はい、お願いします。 YouTube に上げていきますんで、はい、チャンネル登録、高評価、高評価よろしくお願いします。はい、じゃあ先生は あれです。私はい、ちょっと今日はあのね、はい、あれなんで、はい、ありがとうございます。はい、チャオ。See you. ということで、ロッカーをやります。ロッカーはちょっと取らないんで。はい。いいよね、取らなくてもロッカーね。はい。では。チャオ。アベルデルチ。